エルフやゴブリンまでが同じように要求してくる。間違いない。ラジアータ王国の威信は地に落ちますぞ。そなたの言い分はもっともだが、しかし。わかりました。あくまで牽制を目的として騎士団を派遣しましょう。おお、そう来なくても。ラークス卿、それは。ご心配は無用です。あくまで牽制のための派遣です。いや、だがそれでは。ダイナス、騎士団の編成をお願いします。ほう。クロス、会議はどうなった？いや、君か。騎士団団長としてお互いこれから忙しくなりそうだぞ。どういう意味だ？ラジアータの軍事力を見せつけるため騎士団の派遣が決まったのだ。なんだって目に浮かぶようではないか。ドワーフどもめたちまち震え上がり、奴らの方から我らに講和を求めてくるぞ。馬鹿げている。リドリ、なぜ交渉に武力を持ち出す？それではドワーフだけではなく妖精全体が人間を信用しなくなるぞ。言葉を慎み賜れ。これは騎士団総参謀長のご指示なのだ。クロス、よほど戦いが好きなのだな。騎士である以上戦いは望むところではないか。君も団長になって責任の重圧に苦しんでいるのだろうが。触るな！しっけえな！くそ、なぜこのようなことに。頭の中に誰かが。ウガール、タトゥース、ミクワ、アメリト。あれは悠久の大捕に失われた古代エルフ。玉継ぎは成功したということか。それではどうしても我らの要求を拒むと。不同意、のめんと言ったらのめん。だがドワーフの要求する金額も常識を外れているではないか。我らとて物は不足しておる。物価が高くなるのは仕方ないことじゃ。そうか、ならば考えがある。谷の外で騎士団の精鋭たちが私の命令を待ちわびている。この谷がどうなっても後悔しないのだな。結局武力に訴えるか。騎士とは名ばかりのチンピラどもめが。なんだトキ様、もう一度言ってみろ。クロス、控えろ。ですが。クロス、騎士団の誇りも地に落ちたようだの。ガウェインの頃とはえらい違いじゃ。ガウェインだと？よりによってそのような名を挙げるとは。ガウェインこそ騎士団の面汚し。あの男に誇りなどあるものか。若いの、一つだけ忠告しといてやる。
おめえは物事を自分の方からしか見ておらん。そのような偏ったものの見方が人間の不幸を招くのじゃ。おのれ、くだらぬことを。よさぬかクロス。ゴンドノビッチ殿、もう一度だけお願いする。こちらの要求を受け入れていただきたい。我らもできる限り頑張った。だがこれ以上は無理なのだ。いいだろう。どちらが不幸になるか思い知るがいい。待てクロス。ドワーフは人間の敵となった。いざ我に続け。逆らう者には容赦するな。時間に。あんたはドワドノビッチ、どうしてここに？っていうか、そんなことよりどうしたんだよその格好。そうか、わしの姿を見て驚くということは、お前は何も知らんのか。なんだよ、どういう意味だ。どうもこうもあるか、騎士団が地の谷を侵略した。わしは命からがら逃げ延びてきたのじゃ。え、ちょっと待てよ。騎士団がそんなこと。だって確か団長がドワーフは人間のお友達だって言ってたぜ。へ友達じゃと？奴隷の間違いではないのか。人間という種族は本当に自分たちの利益しか考えておらん。今までにしてもわしらは荒縄で縛り付けられていたようなものじゃ。今度は鉄の鎖につながれ、無理やり行動を掘らされておる。ジャック、お前に頼みたい。騎士たちを止めてくれ。え、分かった。できる限りやってみる。ありがたい。すぐに支度をしてくれるか。このままでいい。すぐに行こう。それにしても、よく逃げてこられたね。みんなが協力してくれてな。わしを逃がしてくれたのじゃ。わしはガウェンのせがれを訪ね、力を借りるつもりだったが、こんな時に限って、やつはどこに行っておるのじゃ。俺も団長もいろいろあってさ、もう騎士じゃなくなったんだ。なんと、騎士団ももうダメじゃな。まあ、ガウェインはその…いや、なんでもない。そうか、なら先を急ぐぞ。ああ、分かってる。侵略が何かの間違いだったらいいんだけど。ならばジャック、とくとその目で確かめるのじゃな。騎士団の暴虐非道ぶりをな。あれレナードじゃないか。そっか、本当に騎士団が。
束できたじゃろう。それより、なんとか中に入れぬものかな。おいおい、いくらなんでも無茶だよ。ジャック、まだお前は全ての事実を見ておらん。我らがどれだけ虐げられ、ひどい暮らしを強いられているか、その目で確かめてみたくはないのか。おい、落ち着けって。声がでかいって。落ち着きじゃと？捕らえられている仲間たちを前にして落ち着いてなどおれるか。それともお前は今さらおじけづいたのか。そうじゃないけどさ、とにかくもう少し様子を見て。お前が何もせんのなら、わしが門を破ってくれる。待てってば。ん？あれは。なんだ？あれれ、あんた以外にも逃げたドワーフがいたとはね。誰じゃ、あいつは。え？わしはあんなやつ見たことがない。見逃してやると言っているのに、あくまで戦うというのだな。くどくど言ってねえで、さっさと来いっつってんじゃん。ならば容赦はしない。じゃあ、おせんだよ。まさにあの方こそドワーフの救世主。これは一体何事だ。貴様、ドワーフの分際で立てつくか。ドワーフの分際？てめえなんかたかが人間じゃねえ。よ！今こそ鍛錬の成果を見せるとき、いざ突撃だ！